武漢町は岡山県中央部に位置した町。現在は合併により高橋市となった。町役場は高橋市役所管地域局が置かれていたが、2005年2月28日に県道49号沿いに建設された高橋集館地域センター内へ移転された。木美高原に位置し、高原と山林で占められている。町の中央部にある定山公園には、 石の風車がありまちのシンボルとなっている。日露戦争後の明治42年、佐藤平八、佐藤新一など、うか村のリーダーを輩出していた、大地主である佐藤家が倒産、東京で宗教思想家、佐藤家の倒産の影響は大きく、佐藤家が所有していた田畑や、山林の多くが、損害の人々の手に渡った。また納税できるものは、 全体の2割程度しかいなかった。明治の初めから、浮か村に医師として赴任していた、神崎ざ保修歩や佐藤新一のもとで、理想の村づくりを見ていた、中山義重と、ひ田伝助が、浮か村の危機を救うために立ち上がった。中山義重は、柴原宗介の後の村長になり、ひ田伝助は、助役となった。 武漢村の建て直しの第一として、村外の人手に渡った田畑を村に買い戻すことから、着手した。そのためには、多額のお金が必要になるため、信用組合を創立、養魚場の経営、対象醸造の経営、村民へ、副業の進め、山林の尊営化、貸し屋事業を行った。蓄えた資金で土地を買い戻し、さらに教育にも力を入れていった。明治時代、 学校の先生になるには、市範学校に進まなければいけなく、武漢教員養成所ができるまで、岡山県には、岡山市に1校だけしかなかった。明治37年の日露戦争に若い人たちが出兵したため学校に若い先生がいなくなってしまった。村民は、なんとかしないといけないと考え、村役場主導で、現在のうかん西小学校の敷地内にあった。 農業補助学校を教員養成所に変えて、教員を増やすこととした。農業補習学校校長の片山康志次郎が、農業の勉強のために作った学校だったが、入学する生徒が少なかったことも影響していた。県議会議員の佐藤新一や情報軍内の多くの有識者の賛同をもらい、岡山県の認可を得て、明治37年。 農業補修学校併設の武漢教員養成所が開校されるに至った。教員養成所の開校1年目の生徒数は男子31人、女子20人の43人。最初の10年間は武漢村の財政が厳しかったため運営自体厳しいものであった。そんな時代でも村民は教育の明かりを消してはならないと懸命に踏ん張った。教員養成所は次第に 岡山県内だけでなく、全国的にも知られていくようになった。大正2年、金岡助九郎が、うか高等小学校の校長として赴任し、同じく教員養成所の所長となった。金岡助九郎は、その後、教員養成所に専念して、教員養成に総力を挙げていった。財団法人にして、学校の経営のための資金を多くの人から寄付してもらえるようにした。 そこで学ぶ生徒たちの授業料は無料になった。女子の教育にも力を入れるため、対象10年4月、高等女学校を開校した。授業料は村が負担したため、ウカン村の就学率は99.1%と、病人を除けば全員であった。ウカン教員養成所の評判は全国に広がり、入学希望者が多くなり、定員を400名に増やした。 日本国内からだけでなく、台湾から多い時で70人、朝鮮からも数名の生徒を受け入れていた。そしてこの年から、裁縫専科教員部も開設したため、敷地内には1000人以上の生徒で溢れていた。校舎も、白亜の校舎として新築され、洋風建築の学校として、岡山県内だけでなく、日本全国に注目されていた。昭和3年に、教員養成所が、 高橋町に移転されるまでの25年間に、教員養成所の卒業生は3600人以上に、上る。漢西小学校は、平成27年1月に、影山秀夫支援のもと、岡山県で、初めてインザンメソッドを導入した。ありがとうございます。